笠田舞が、小学生時代に憧れた両親の社交ダンス姿を振り返った。大会出場への意気込みも綴り、ファンから応援の声も。元フィギュアスケート選手でタレント、スポーツキャスターの浅田舞が10日、自身の公式インスタグラムを更新。小学生時代に社交ダンスと出会った時のことを振り返った、画像。両親の社交ダンス姿に、なんて素敵な、社交ダンスに挑戦、バラエティ番組、中居正広の金曜日のスマイルたちへ、CBS 系の企画で、俳優、ダンサーの、おちょ、こと新動学とのペアで社交ダンスに挑戦中の浅田。バル、全日本選手権で6位の成績を残しており、明日11日にも大会を控えている。両親の社交ダンスを見て、今日10日にインスタグラムを更新した浅田は、両親が社交ダンス中の写真をアップ。2枚目には、撮影スタジオでポーズを決めている浅田と新動の写真を重ねた。投稿の文章では、小学生の頃、父と母が社交ダンスをする姿を見てなんて素敵な世界。と憧れた時のことを今でも覚えています。と、小学生時代を振り返る。憧れた社交ダンスを今は競技ダンサーとして試合に出場できる喜びをかみしめながら、行ってきます、と続け、再開前の意気込みも綴った、素敵なご夫婦、の声。浅田の両親の写真にファンからは、とても素敵なお写真ですね、なんて素敵なご夫婦、お父さん、お母さん、美男美女など、反響のコメントが集まった。バル、大会直前の浅田に、応援してます。舞ちゃん頑張れ、自信持って頑張ってといった応援の声も寄せられている。ドレス姿に、ドキッと、今月1日に浅田は、It's September 大会まであと10日、と写真を投稿。美しく引き締まった背中が見えるドレス姿に、ドキッとしちゃいましたよ、筋肉のついた綺麗なお背中、と、反響のコメントが届けられている。